江戸時代末期の薩摩藩士、明治時代の官僚、近畿官志向。着衣は男爵。金尾太郎、または、兵部と名乗り、後、忌味名を友愛。高崎正風は、いとこにあたる。1836年、薩摩藩士の高崎全米友道の長男として、薩摩国鹿児島郡鹿児島近在川上村に生まれる。安政末期、水戸藩有志と共に、 いい直介襲撃を策謀し、関哲之助と共に入居。朝廷に訪問しようとしたが失敗する。1862年、判明により上京。藩士、有馬晋七らが、島津久光の命に背いて、伏見寺田屋に集会するのを察知し、久光に休国して、相乗を事前に食い止めた。源氏元年、長州聖伐が起こり、 西郷隆盛と協議の上、浅井な平介と返名して、長州に入り、反華な目と議論を交わし、さらには、長州反射罪教順のために終戦した。維新後、大久保敏道に用いられて、元老院議官、東京府知事等を任じられた。1887年5月24日、勲功により、男爵位を授けられ、1890年10月20日、 近景観志向となる。1896年、病没した。去年61。亡くなった日を5月7日とする文献もある。子に、長男高崎康彦、三男弓彦がいる。康彦の後は、弓彦、秀弘と続く。ありがとうございます。